皆さん、こんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、元スリップノットのドラマー、ジェイ・ワインバーグが、新しいドラマーとして、あるバンドに正式加入したことを発表したので、そちらについて、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それと、今週はいろいろとバタバタしていて、動画投稿があまりできなかったので、来週からは、バンバン動画を投稿していきたいと思います。ちなみに、ワスプはあまりにも過激すぎるため、YouTube 側から制限をかけられてしまったので、ワスプの歴史動画は中断することに決めました。楽しみにされていた方、本当にすいません。またしても伝説を作るワスプ、恐るべしです。ですので、来週からは、みんな、大好き、ドッケンの特集を始めていきます。長らくお待たせいたしました。さて、2014年、ジョイ・ジョーディソンの後任として、スリップノットに加入したジェイ・ワインバーグは、10年間、スリップノットのドラマーとして活躍し、上位に引けを取らないほどの圧倒的な実力で、その名を馳せていきました。しかし、2023年、11月5日、突如電話が鳴り、メンバーから、事実上の解雇を伝えられます。そして、2024年3月4日、スリップノットを解雇されたジェイ・ワインバーグは、新たな出発点として、スイサイダル・テンデンシーズのドラマーとして、正式に加入することを発表するのです。スイサイダル・テンデンシーズというバンドを私は聞いたことがなかったので、このバンドが、どういったバンドなのかを少し調べてきました。せっかくなので、ざっくりと紹介したいと思います。スイサイダル・テンデンシーズは、1982年に結成したアメリカのバンドで、ジャンルはハードコアパンク、クロスオーバー。何曲か聴いた感想としては、スラッシュメタルっぽい曲もありながらも、基本的にはゴリゴリのハードコアで、ファンキーなバンドといった印象です。スタジオアルバムは、これまで11枚リリースしており、1983年にデビューアルバムをリリースして以来、2000年まで、コンスタントにアルバムをリリースしていたのですが、なぜか、そこから空白の13年があり、次にアルバムをリリースしたのは2013年となっています。それ以降は、2016年と2018年にアルバムをリリースしていますが、現在までリリースされていないので、6年間もアルバムを出していないということになります。1991年には、メガデスやスレイヤー、テスタメントなどが参加したツアー、クラッシュ・オブ・ザ・タイタンズにも出演しており、この時期が、バンドの絶頂期と言われています。1989年には、現在、メタリカのベーシストを務めている、ロバート・トゥルヒーを迎えて、アルバムがリリースされています。その後、1995年に解散し、バンド創設者である、マイク・ミューアは、サイコ・マイコ、というソロ名義で活動を行っていたのですが、1997年に活動を再開し、2000年以降はライブ活動に専念。2016年には、元スレイヤーのデイブ・ロンバードが加入し、リズム隊を総入れ替え。そして、2024年、元スリップノットのドラマーである、ジェイ・ワインバーグを迎えたことが発表されます。ジェイ・ワインバーグは、スイサイダル・テンデンシーズ加入について、このような声明を出しており、俺が20年間愛し、自分のクリエイティブなホームと考えてきたヘビーミュージックの文化とコミュニティについて考えるとき、スイサイダル・テンデンシーズを思い浮かべる。パンク、メタル、ハードコアが好きになって以来、ずっとインスピレーションの柱であり、源だった。世界中をツアーし、一緒にライブをしたことで、俺の音楽的ヒーローたちと友達になり、このバンドの素晴らしい歴史の一部となれて本当に幸運だった。スイサイダル・テンデンシーズと一緒に演奏できることは絶対的な名誉であり特権だ。あと1週間でこの信じられないほどエキサイティングな新章が始まるのが待ちきれない。ピットで会おう、と話しています。スイサイダル・テンデンシーズは3月14日に大阪でのワンマンライブ、3月16日には幕張メッセにて開催されるパンクスプリングの出演も決定しているそうで、このライブはジェイ・ワインバーグを迎えての初の公演となります。
新体制による初のライブが日本っていうのが嬉しいですよね。Jワインバーグが望むバンドに加入できたことは本当に良かったと思いますし、スイサイダルテンデンシーズも元スリップノットのドラマーを手に入れたことで、これからの活躍と飛躍が大いに期待されますね。余談ですが、Jワインバーグ加入前のスイサイダルテンデンシーのドラマーはセパルトゥラに引き抜かれたことによって、ドラマー不在となったスイサイダルテンデンシーズは、スリップノットを解雇されたJワインバーグを迎え入れ、現在、スリップノットだけがドラマー不在となっているので、今後のスリップノットにも注目です。Jワインバーグの新たなる出発点、そして、今後のスイサイダルテンデンシーズの活躍に目が離せませんね。このバンドは、聞いたことがなかったので、これを機に、すべてのアルバムを聴いてみたいと思いますし、Jワインバーグが加入したことにより、どのような化学反応が起こるのか、非常に楽しみです。ちなみに、皆さんは、Jワインバーグが、スイサイダルテンデンシーズに加入したことについてどのように思いますか？良ければコメントで教えてください。それでは、皆さん、良いメタルライフを。